日本の皇族の身分として、すべての韓国人たちに尊敬を受け、韓国のお母様と呼ばれた雅子様。雅子様は体が不自由な韓国人たちのため、ご自分の一生を捧げ、最後の願いの通り、今雅子様は朝鮮の最後の王子だった夫と共に、韓国に葬られています。日韓歴史上一番美しくて感動的な物語、日本の皇族である雅子様の生涯に対して皆さんにご紹介させていただきます。1920年4月28日、この日日本の歴史上初めて皇族の女性が他国へ嫁ぐことになります。彼女の名前は梨本宮雅子第一王女氏。お父様は皇族である梨本宮森政様で、お母様は鍋島五子という方でした。お父様は皇族なので言うまでもありませんが、お母様の五子様もすごい名家のご出身です。五子様のお父様はイタリアの大使でしたが、イタリアの首都で産んだ子という意味で名前を五子と名付けたそうです。また雅子様は昭和天皇の皇后である香淳皇后のいとこにもなります。ところである日、雅子様のお宅に宮内庁から人が訪れました。朝鮮との関係を考えて、そしてお国のため、朝鮮の李鴎銀殿下と雅子様の結婚をどうか許可してください。雅子様のご両親はとっても慌てましたが、お国のためと言われてしまったので断ることができなかったそうです。ご両親様は娘さんが驚くことを心配し、簡単に言えないまま悩んだ途中、雅子様はご自分がもうすぐ朝鮮の王族と結婚するようになるという重大な事実を新聞を読んで知ったそうです。雅子様ご自身が書いた回顧録によると、その新聞を持った手が震えて、この感情が怒りなのか悲しみなのか分かることはできなかったが、涙が止まらなかったと。皇族である雅子様が朝鮮に嫁ぐようになった背景には2つがあります。当時の状況を見ますと、日本の統治に不満を持った朝鮮人によって伊藤博文が暗殺をされ、日本の政府では朝鮮との関係を盲女と友好的に改善するため、日本の皇室と朝鮮の王子を結婚させる計画を立てたそうです。この時、皇族の娘様たちの中で、なぜ雅子様が選ばれたのかに対しては、回顧録にこのように書かれています。雅子様の反対勢力が、雅子様の不妊の可能性を提起したからだそうです。つまり、もしこの縁談がなかったら、雅子様は昭和天皇の皇后になったかもしれないお方でした。この結婚に対し、李鴎銀殿下も全く知らなかったそうです。しかし、すでに定められてしまった運命だと思った彼は、毎週日曜日に彼女の家に訪問しました。彼は身長は低い方でしたが、肩の幅が広くて頼もしかったし、優しく見えたと雅子様は言いました。子供の頃からご自身の国から離れ、日本で寂しく育ったので、なかなかご自身の感情を見せなかった李鴎銀殿下。雅子様は知らないうちに、彼にどんどん心が惹かれたそうです。私が嫁ぐところは、殿下の温かい心の隣なのだ。雅子様は彼と結婚を決心し、家庭教師を家に呼んで、朝鮮の歴史と文化に対する教育を受けたそうです。
1920年4月28日、お二人は日本で結婚式をし、夫の名字を継ぐ日本の伝統によって、井伊雅子と呼ばれ、朝鮮では、雅子という漢字を朝鮮式の音読みで読んで、イーバンジャ、あるいはイー王妃などで呼ばれました。もちろん二人の結婚は政略結婚でしたが、夫婦仲はとっても良かったそうです。不妊かもしれないという理由で昭和天皇の皇后になれなかった雅子様は、結婚した翌年である1921年に息子の井伊仁を産んで、1931年、息子の井伊を産みました。後に雅子様は、私が不妊だと診断した医者が処罰を受けたという話を聞いたと、回顧録に残しました。しかし、悲しいことに長男の井伊仁は、生まれて1年も経たずに亡くなりました。夫のご両親に初めて挨拶をするため朝鮮を訪問し、孫まで連れてきてくれた嫁の雅子様は、朝鮮の王室でとっても歓迎されました。しかし、日本に戻る1日前、謎の理由で息子の井伊仁が死亡してしまいました。井伊仁の死は原因がわからないので、今までもいろんな説がありますが、何一つ確実なことはありません。1945年、敗戦以降、彼女は夫と共に朝鮮に戻り、韓国の国籍を取得して、韓国人として生きていくと決心しました。しかし、イースマン大統領は、日本の皇族として生きてきた彼らは、朝鮮を捨てて日本に帰化したので、韓国国籍を認めることはできないと言いました。また彼は王族の財産を国有化し、王族たちには生活費が支援されていたが、雅子様と李鴎銀殿下は対象から除外させました。しかも東京に住んでいた家は韓国の国有財産なので、現金化してそこから出ていけと言いました。この時、これを聞いた日本のある弁護士が、イースマンの悪行に激怒し、雅子様ご夫婦を助けるために訴訟を提案しました。しかし、雅子様と李鴎銀殿下はこのように言いました。金のために祖国を相手にして戦いたくはありません。私たちが全てを放棄します。実はイースマンの本当の目的は政治的なことでした。最後の王族である彼らを支持している国民たちが今もたくさん存在していたので、李鴎銀殿下が政治的な勢力と協力したら十分イースマンの政敵になると判断したからです。またマッカーサー将軍は韓国に軍出身の戦略家がいなかったので、日本の軍隊で学んだ李鴎銀殿下に軍の重要な役職を任せようとしました。しかし、これもイースマンによって妨害され、仕方なくマッカサ将軍は彼らのために毎月支援金を送ったそうです。時間が過ぎて1960年代、イースマンの不正選挙によってクーデターが起きて、その後、朴正煕大統領が雅子様の夫婦の存在を知って支援を約束し、彼らの帰国を助けようとしました。しかし、すでにイースマン政府と戦いながら受けたストレスによって、李鴎銀殿下は妻の雅子様の介護なしでは生きていけない状況になりました。1963年11月22日、雅子様と李鴎銀殿下は韓国に帰国して、韓国の国籍を取得することができました。
칠왕예은씨가고국을떠난지56년만에마사코사마의献身的な看護にもかかわらず李王銀殿下の健康はあまりにも深刻だったので入国とともに韓国最高の病院に運ばれました。彼は植物人間の状態で過去王族たちが生活していたチャンドクンで1970年5月1日永眠されました。なので彼女は夫がいない夫の国で一人で暮らすことになりました。雅子様は一生李王銀殿下の隣を守りました。そして彼女は一人の女性として愛と幸せを感じたと回顧録に書きました。人々は私を悲運の多いと言う。しかし私の人生で常に悲運だけがあったわけではない。長い嵐の中でもたまに一かけらの青空と眩しい日差しが見えることと同じく女性として愛と幸せもあったし虹のような夢と希望もあった。夫が亡くなってから彼女は夫と生前の時約束したことを一つずつやっていきます。1973年、彼女は障害児童たちを助けるため遮蔽学校を設立し、1982年には明兵学校の理事長として働きます。彼女は国からもらっている支援金で大変な生活をやっていく中でもご自身よりもっと大変な方々と体が不自由な方々をもっと優先し、韓国のすべての国民から尊敬されました。雅子様は韓国のお母様、あるいは障害者のお母様と呼ばれましたが、当時の人々は雅子様を見て日本の女性はみんな雅子様のようだと思ったそうです。こうやって韓国の国民たちに尊敬された雅子様は1989年4月30日88歳でチャンドクンで生涯の幕を閉じ、今はここで夫の李王銀殿下と共に安らかに眠っています。彼女は回顧録にこのように書きました。私は二つの祖国を持っている。一つは私を産んでくれたところで、もう一つは私の人生を彩ってくれた祖国で私が葬られるところだ。私の夫が葬られていて、私が葬られるべき祖国、ここを私は私の祖国と思う。ここまで夫の国の韓国を愛し、献身的な人生を生きた雅子様に対し、韓国の国民たちも常に彼女に恩返ししたい気持ちでした。彼女は亡くなる寸前まで闘病していた夫の妹を介護しましたが、雅子様より彼女が何日もっと早く亡くなり、韓国人たちは彼女の死を雅子様に伝えませんでした。雅子様がショックを受けて早く亡くなることを心配し、少しでももっと生きていただきたいという気持ちであえて伝えませんでした。日本の皇族出身の雅子様、彼女は亡くなりましたが、彼女が残した障害センターなどは今も運営されています。たくさんの人々がそこで夢を持って生きていけるきっかけになり、韓国人たちは自分が尊敬した彼女を忘れないため、こうやって彼女の銅像を作り、今も彼女の美しい心を子孫たちに伝えています。
Thank you.